大牟田の大牟田病です。大牟田病院に勤めておりまして、病院の患者さん、近日の患者さんが作られた歌が今から、堀田良介君といいます。筋ジストロフィーで寝たきりで指先一本で書いた詩を、五条哲也さんという短歌と2日にママのイベントで歌わせていただく方が全国発売にさせていただいて、3年で歌になるまで6年かかりました。余命35歳までと言われておりまして、今35歳です。今堀田さんが気がかりなのは東日本大震災のことです。被災地では自分と同じ入院患者は助かったのか、被災者の暮らしぶりはどうなのか。体が不自由な自分に何ができるのか。堀田さんはわずかに動く左手の親指でレバーを動かし、被災者への励ましのメッセージを書くことを決めました。寝返りを打てないため、パソコンが背中側にあるときは画面を映した鏡に向かいます。被災者のみんな頑張れ、希望の明日へ。これだけ打つのに2時間かかりました。動けない僕の姿を見てほしい。僕の姿が皆さんへのエールです。この思いを胸に堀田さんはメッセージを書き続けます。こうした堀田さんを周りの人たちが支えます。この病院で働く大渕美穂さんもその一人です。短いけども、その短い言葉には堀田君の命を削りながら込められた思いがあります。だから短いから届くような気もしますね。必ず被災者の方に届くメッセージだと思います。この日、北九州市に住む堀田さんの両親が病院を訪れました。はい、持ってきました。こんにちは。息子の闘病生活をまとめた冊子を持ってきたのです。冊子には障害を抱えた堀田さんの青春時代の様子などが生きてきた証として紹介されています。両親はこの冊子を堀田さんのメッセージと一緒に被災地に届けたいと願っています。あ、こんにちは。はい、陽介来たぜ。できたな。これね、被災地、東北の被災地の方にこれ持っていこうな。それでお前の気持ちがさ、これに入っとるんやけ、届くね。嬉しかった。指先しか動かない、ほんのもうわずかな機能しかない、そういうので、その一生、彼なりに一生懸命ね、やっぱりこう被災地に向かって自分 の頑張れる気持ちをさ伝えたいという思う、彼のこう一生懸命な思いというのが、やっぱこの一文字一文字にね、やっぱり刻み込まれていると思うんですよ。それをこう伝えてね、あげたいなというふうに思ってますね。一日一日を精一杯生きる堀田さん。被災地の人たちには難病と闘う自分の姿から前向きに生きることの大切さを知ってほしいと願っています。ご紹介したように、堀田さんは病床で書いた詩が歌になったことがあります。どうも、あ、久しぶりです。あ、元気そうですね。この日は親しい歌手が病院を訪れ、堀田さんが作ったラブソングを歌ってくれました。窓から見える坂道に君の姿を探してる。この歌は3月12日九州新幹線全線開業日のイベントで披露されるはずでしたが、前日に東日本大震災が起きたため中止になりました。
記憶を抱きしめて。こうしたこともあって堀田さんの被災地への関心が高まったといいます。堀田さんは今身を削る思いで被災地へのメッセージを書いています。両親は多くの人に見てもらえるよう息子のメッセージと冊子を各地の被災地に届けてくれる人を探しているということです。難病で寝たきりの男性が東日本大震災の被災者を励まそうと綴ったメッセージを大牟田市のボランティア団体が被災地に届けることになりました。堀田さんの思いを NHK のニュースで知った大牟田市のボランティア団体復興支援プロジェクト大牟田がこのメッセージを堀田さんの闘病生活をまとめた冊子とともに被災地に届けることになりました。今日は団体のメンバーが病院を訪れ堀田さんの支援者から冊子100冊と被災者宛てのメッセージを受け取りました。合わせて彼が一生懸命打った文章ですので渡してください。よろしくお願いします、はい、堀田君のこれしっかり責任持って届けてきます。6月10日に宮城県に行くからちゃんと届けてきますよ、うん、この団体は来月3日と10日に宮城県石巻市に向けて出発し現地で冊子などを配るということです。少しずつ今伝えているところで手話でちょっと歌いますので記憶を抱きしめていただきます。優しくて泣けてくる窓から見える坂道に君の姿を探してる儚い記憶が僕を抱き僕の鼓動。
涙が